エスコンフィールド北海道に新しいグルメエリアができました。七つ星横丁裏路地ラーメンテラス。ここの様子と美味しいラーメン情報をお伝えしたいと思います。まず場所はネオバンクゲート前のエスカレーターを上ると七つ星横丁がありますが、そこをまっすぐに進みます。まあ、右側にお寿司屋さんとか、焼肉のお店とかある通路ですね。突き当たりを外に出ると、この外のエリアがラーメンテラスとなっています。食べログラーメンランキング1位など全国の有名店が6店舗並んでいました。パイタン系代表竹末東京プレミアム&メンドゥキザル、油そば系代表は煮干しつけ麺宮本、醤油系代表は人類皆北海道、味噌系代表藤山豪豪、塩系代表麺正気、豚骨系代表中村商店。入り口付近か一番奥に注文用紙がありますので、その用紙に記入の上、一番奥の会計場所で先に精算をします。で、発行されたレシートを持ってお気に入りのお店へ。今回私は人類皆北海道の燻製ホタテ醤油ラーメン1000円を選びました。外はまだ肌寒い時期で、また夜8時を過ぎていたので、あったかいスープが美味しかった。というか、二度飲みしたのは温かいから美味しいのではなく、マジうまいスープでした。普段は味噌が多く醤油っていうのはあまり食べないんですが、醤油という感じがしなく、こう甘い系のスープで、この美味しさにはびっくりしました。チャーシューは薄いけど大きかったです。あと麺の量も、まあ、少ないとかなくですね、十分な食べ応えがありました。と言ったのは、この日ファイターズは8回まで4対0で勝っていて、余裕と思ってラーメン食べてたら、なんと満塁ホームランで同点に。まあ、最終的にはサヨナラで勝ってよかったんですが、ここ外にもモニターとテーブル席がありまして、まあ、試合も終盤になるとかなり空いていました。ここで今回食べているこの人類皆北海道さんというお店のね、サイトを見て紹介させていただきます。大阪を中心に大人気のラーメン店で、数々の受賞経験とメディア出演をしている人類皆麺類、人類皆麺類というお店の名前のようなんですが、今回の出店にあたり、大事なその店名を人類皆北海道に変えてしまったそうです。まあ、店主の、ね、気合が入ってますということで、北海道感満載、まあ、かつ渾身の一杯をご賞味くださいというふうに書いてまして、受賞歴、食べログ100名店2017から2023ラーメンデータベース大阪ランキング1位となってました。まあ、大阪では相当人気のあるラーメン店さんなんですね。とにかくこのラーメン、スープが美味しかったですね。燻製のこうホタテのね、貝柱のちょっと硬い部分が底の方に入ってまして、これがね、いい出汁を出してたんじゃないかと思います。ごちそうさまでした。最後に全6店舗のメニューなどの情報を掲載して終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。